はい、どうもー、シラブでございます。はい、相棒は今日は帽子をかぶってあります。はい、今日は何やるんですか？わかりませんね。はい、こちらです。でで、はい、ね、これナビの保護フィルムでございます。めちゃめちゃでかいです。何インチだっけこれ、 11.4 インチだっけ。指紋がものすごいつくんで防フィルム買いましたね。うつあるもんね。うんこ触りますね。ボス食べてます。サイズを確認していきます。で、やっていくよ。レッツデアゴー。スピナーチャンネル。はい、このように画面がものすごいでかいですね。ね、見てください。このように指紋がついているとなってしまうので、まず画面サイズの隔離をいたしましょう。合ってないけど、え、待って、違うじゃん、こうだよ、勝手につくんじゃないよ、待ってんな。あ、ちゃんと、すごいすごい、ぴったり、めっちゃ映ってるれんちゃん、めっちゃで、すごいです、これ、これ用に作られてる、すごい。ここ角がね、ちゃんとね、丸くなってるのとね、角がね、ちゃんと立てる。さすがに選手専用だからね、そうなるか。じゃあこれガラスだから気をつけて、これ割れちゃうからね。触らない触らない触らない、気をつけてって言って、なんで触るの。はい、わわ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 わ、指紋が残ってると、まあ枯れないんで、ピピします。あ、本当ですね、ここですね。どこですか、指差してください。そうです、それですね。おー、合格いただきました。どうなんだろう、でも反射しない、ちょっとさっきより。なんかすごいね、反射して見えるようになっちゃったね。ほら、鏡みたいになってた。さっきこんなんじゃなかったな。これがいいのか悪いのかちょっと微妙ですね。で、ちょっとエンジンかけます。まあこんなもんだったかな、反射。でも滑らかさとか指紋がつきにくくはなりましたね。やっぱりどうしてもね、こういうのはね、指紋がついてね、気持ち悪くなるんですよっていうような感じでつけてみましたが、なんとも言えない感じですね。10点中5点ぐらいかな。電池がない。スピナーチャンネル。以上、取り付け終了いたしました。こちらの、保護フィルムでございましたでしたか、相棒さん。なんでもないそうです。はい、なんかね、普通、そうだね、ちょっとね、反射がちょっときつくなりましたね。で、保証が3年以内なら何かの不具合があれば1回のみも保証交換で全額などの保証サービスがあるということなので、保証はものすごいいいですね。あと角がしっかり丸くなってて、横もちゃんと、しっかり角度が取れているので、その辺はいいかなって思います。で、この保護フィルムは、かなりの厚さがあるので、まあいいんじゃないかなと私は思いますけど、万が一割れたりしてしまった場合、まあ絶対に落としたりしないんで割れることはまずないと思いますね。子供がおもちゃぶつけるぐらいかな。はい、そんな感じでございます。で、綺麗に、めちゃめちゃ綺麗に貼れたんで、相棒がいたんで。相棒です。はい、なんでまあかなり満足かな。どうなんだろうね、何とも言えない感じだね。里玉帽子、里玉帽子。
感じで保護フィルムの貼り付け動画でございました。でも持たないって誰だ。これはね、5点かな、10点中。この映り込みがなくなればいいかなって思ったんだけど、映り込みがすごいのでちょっと何とも言えない感じになりました。皆さんもよかったら、保護フィルムいろいろあると思うんですけど、これ専用の設計なんで、まあ文句は言えなくて、もうこれしかなかったかな。他にも何個かあったけど、ちょうど専用設計がなかったんでこれ買いましたけど、なんか映り込みがなかったら100点だったんですけど、ちょっと映り込みがあるので5点にしました。まあ、使ってみてまた使い勝手あるようだったら剥がそうかなと思います。はい、以上、次のアームと相棒でした。バイバーイ。バイバーイ。また見てね。また見てね。チャンネル登録、チャンネル登録。お願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。